ちゃめちゃ多い、ね、どこにどのようにどう止めて、うん、なんか温泉もいっぱいでありますように。ここかな、ここしかないよね、まあ、そういろんな県、うん、あのホテルの室内にさ温泉ないもんね。うわ、うわ、もうここしかないな、うん、前のところよりはマシやね。あの奈良のところよね。奈良。エレベーター。めっちゃ狭かった。中村か。岐阜やろ。岐阜やな。岐阜か。中村か。あそこ氷が500円も引いてた。グラスボードは抱っこして。これ前言ってたやつ？これできた。しっこはダメだよ。前しろ。私のドリル始まった。カって言わないでよ。おい、俺の服にボーンしてするんじゃねえよ。おい、俺これいやだってちょっと待って、それやだ、ここやはい、ここにしよう。テンション上がっちゃってんの。確かに、これやばいよ。なんかドキドキすんの。テンション上がっちゃってんじゃない。ちょっとそらちゃん、いらんこと、いらんことしーる、まーちゃん真似するでしょ、まーしーろまーしーろ。あー入ってた。ほら中に売ってんじゃん。じゃあまーしーろってここで暮らす、まーしーろー、バイバーイ。さ、次の人もいい日からさ、あれ洗ってる間に水入れとこ。そうなんだ、あんな一生つやん。でももし一気あったんですね。まあ、ちゃん、水入れた、めちゃめちゃ入れた。やっぱ、低いっちゃ暑いけど、うん、止めたらもうすぐ暑くなってくるぐらいから。ねえねえ、まあ、まあ、ちゃん、あれ、お風呂入ってる間にさ、お水入れといたらいいんかな。洗ってる間にね。うん、洗ってる間に。そんな感じ。向かってやってんの。
んありがとう。そういうことじゃなくて、ね、そういうことじゃない、違う、ありがとう、違う違うよ。マシ鼻になんかついてないけど、なんか鼻くそついてる。鼻ぽ、鼻ぽっぽ。無理か、ゆあちゃん、ゆあちゃん、おいで、食べたらあかん。人との距離が遠くなっている世の中で、愛してる人がいて結婚式を挙げたいと思う2人がいる。ついや走ろう、シェット、シェット、お手、お手、おかわり、バン、バン、走ろう、シェット、シェット、シェット、バン、走ろう、バン、シェット、バン、バン、
ってきて言われたから。ああ、立って一瞬だけどめっちゃ物が怖い、ね、緊張から多い、うん、一回一回怖いんでええと思うね。マシ、人生しんどいでしょ、ほいとってる。マシ、人生しんどいでしょ、ほいとってる。ただいま。終わった？え？風呂。あ。おかえり。空たちは今髪かぶっくりしてるの。かわいい。やじゃ。見てて。まーちゃんテレビつけていい？どうぞ。天気象です。そこで待ち構えていたのは13人の作業員さんたち。燻製って何かこうなったりする。え、怪しかった。え、あ、ここで食べると燻製ってさ、ちょっと吸えた味するやん、うん、ここで食べたらちょっとなんかチーズ大丈夫かね。あなるほど。まあ要はホテルをディスったわけね。でもちょっと味のあるホテルだからさ、ちょっとチーズもさ、いや、わかるよ、深みが、深みとかわかる、なんか言ってることわかる、ちょっとわかるよ。だからこれ、スモークの味がそんなに好きじゃない、うん、人はちょっと多分ダメージ食らうな、うん、ちょっと、もういいから食欲薄れるから、ね、そうそうそう。まあでも、俺はめちゃめちゃ好きだから全くもう満タンよ、うん、なるほどね。なんかでも、場所で食べるので結構味が違う、うん。いいやで、全然あれやろ、おじいちゃんが1年ぶりに出してくる。そう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 、なんか冷蔵庫の味っていうか、タンスの味みたいな感じに。ん？10時まで出るって。あー、チェックアウトね、うん、これおっさんの電話番号か。そうやろ。大変やな。
おばあばでごめんね。なんかわいい。こんにちは。こんばんは。すげえ可愛い。なになになに、ちょっとお化け映るからちょっとマシだけね。可愛い。一番和んでるね。別やな、よく、うん、なんかなんかやつやろ、めっちゃ凍ってるわ。ゆうちゃんはどこ、ティッシュってどこにあんの。分からん。持ってくるか。持ってくる。慣れたらいける。これめっちゃうまいな。うん。当たり味噌ラーメン。うん。時ここでさ、うん、あれ見た気がする、静止版みたいなやつ、覚えてない。あ、あれやな、なんか合うやつやんな、駅で。そう提供してもらって。はい、そうやったな、ここやった気がするな。ここほんまうまいわね。飲み干してまいそう。うん、飲み干せる。うん、出汁がうまいな。うん、汁マシも食うマシよ。